今回はポイズンリムーバーの紹介だよ。ポイズンリムーバーとは毒出しキットの意味で、登山やキャンプ、農作業などでミツバチ、スズメバチ、クモ、ヘビ、クラゲ、サソリ、あとはよくわからない虫、こいつらに刺されたり噛まれた時に見ての通り素早く毒を吸引して事なきを得る道具だよ。まあお守りですね。カップは数種類あるから、くぼんだり細いところではでかいカップは無理だから小さいカップを使用してね。毛があるとうまく真空にならないから毛を剃っておこう。頭の場合は10円ハゲを覚悟しよう。吸引すると傷口から半透明な液体と血がちょっと出てくるよ。で、注意点は刺されたところはね、すぐに塞がっちゃうから塞がる前に吸引しよう。なので奥にしまわずにすぐ取り出せる感じがベストだよ。今回はポイズンリムーバーの紹介でした。今回はキャプテンスタックの 2way ダッチオーブン炭バサミを間違えて買っちゃったよ。この先端が開閉のロックになっていて、ほら開いた。そして鍵付きフックがダッチオーブンの蓋を捕まえて、両サイドの突起部分が蓋のぐらつきを抑えます。ダッチオーブン向けの火バサミだね。ダッチオーブン俺は持ってない。間違えました、でも使えるっしょ。実際に炭を持ってみると、大丈夫そうだ。でもストーブの中ではこの両サイドの突起が邪魔で仕方がなかったよ。やりづれってりゃあれしない。小さいストーブはなおさら厳しいかも。キャプテンスタック 2way ダッチオーブン炭バサミ、注意をして買おうぜ。今回はこの錆びまくって全く動かないペンチの錆び取りをするよ。フジツボがついてるみたい。使うのはお酢とお湯。軽い錆ならお湯が多めで、錆がひどい時は酢が多い方がいいよ。綺麗に洗ってオイルを刺してみました。おーすごい動くようになりました。錆もかなり取れています。でもまだ残っているね。というわけでジップロックにお酢とペンチを入れて、それをぬるま湯に入れて40度の保温かけて3日間放置しました。おー汚い。洗って油刺しました。おう、もう普通のペンチ楽に動きます。錆落としは3ポールもあるけど、こっちの方が安全じゃないかな。でも巣から出したら洗ってね。今回は錆取りでした。今回は三六工房のワイヤースターターです。極太とフェロセリウムのロッドに握りやすいグリップ、初心者でも火起こしが簡単。 Amazon でも星 4.5 の高評価。ではね、火を起こしてみましょう。これは麻紐をナイフでほぐしたものです。あ、すぐにつきましたね。次はティッシュ。あ、つきました。ではススキ。パリッパリの枯葉。ヘッタクソなフェザースティック。これは初期のストライカーです。最近は火花が出やすいストライカーに変わったようですね。ストライカーはバリがあるところが火花出やすいので、自分で探してみてね。ストロークが長いから初心者にもいいと思うよ。アウトドアが楽しくなっちゃうね。約1万5000回使用可能、無期限の保証付き。三六工房のファイヤースターターでした。今回は DCM のハンディライトプロの紹介だよ。 DCM の作業灯コーナーで見かけた人もいるかもしれない、お値段は1000円ぐらいね。明るさは300ルーメンで単4電池3本使用。連続点灯時間は約10時間。スイッチを押すとオン、次がオフという全然迷うことがないシンプルな設計。 IP54 でちょっとだけ防水。マグネットが2箇所ついているので、こんな風やこんな風につけれる。周りを照らすときに車のボディにつけられるね。吊るすこともできるよ。胸ポッケに刺して照らすこともできる。普段は車に入れておくと便利かもね。300ルーメンなのでちょうどいい明るさだね。ダークなアルミボディでかっこいい。BGM のハンディライトプロでした。